安いよ安いよ怖いよ怖いよ怖いよ。カルボナーラに見える。そうでしょう。はい、おはようございます。劇団スカッシュ大塚達也です。おはようございます。やっぱり動画作りって難しいなって最近思ってるんですね。動画作りって難しいな、うんうん、呪いをかけたじゃないですか、誕生日の呪いを、うん、洋服をさ、あげるっていうやつを、うん、これみんなのやつ見たいですかって聞いたら、うん、結構コメント見たいって、うん、ほぼ見たいだったじゃないですかね、うん、だからそれやり始めたら、うん、飽きたと、うんうんうんたくさんコメント来てたんで、うん、あるもんね、そういう話。そうそうそう、全然俺だってある、俺だってある、うん、このドラマ見たい、すごい面白い、見たい、うん、って言って見始めてさ、うん、いやもういい、もういい、ある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 それじゃあね、今日は、はい、久しぶりの達也食堂、久しぶりの達也食堂なんか昔やったことあると思うんだけど、深夜食堂パクって完全に言ってた、身内でパクり合うのだ、よくないんだって結局一緒じゃんよまあ大したって言われちゃうんだもん今日はですね、学生さんが、はい、もやししかないと、もやししかない人にもやしのカルボナーラの作り方教えてあげようと思う。ツイッター上で見たんだけど、はいはい、もやしのカルボナーラがうまいよ。もう俺知ってんのよ、カルボナーラって何でもうまくなるんでしょ。だから今日は失敗ないと思って、ちゃんと2人前作るから。あ、え、食べたいでしょ、お腹空いてるでしょ。そんな別に俺もうツイッター上にあるから、うん、面白レシピのナナピっていう子がつぶやいてた、まさかの美味しさもやしカルボナーラの作り方。なんか全体的に喋れてないねどうしたんだ。はい、じゃあまずは玉ねぎを剥いていきますよ。玉ねぎ久しぶりの料理なんでね、ちょっとできるかどうかわからないですが。え、失敗ないんでしょ今日は。そう、絶対失敗しない。カルボナーラってだって絶対失敗しないって言う。大丈夫じゃん。違うよ、カルボナーラ自体は超難しいよ。え、大事言うの、俺が言う、中田 .jp が言うよお前 JP なんだ皮を剥いて薄切りにします。できますか、薄切り。どうやってやるの。え、そうだね、トン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 。とりあえず玉ねぎは、僕何も考えられないんで全部使いますまだ昨日タクシー乗ったのね、はい、でタクシーの運転手さんがさ、うん、女性だったんだけどさ、俺がこう乗ってすぐにさ、うん、ここに行ってください、うん、道教えてもらっていいですか、うんうん、言われて、いやちょっと知らないんで道わかんないですって言ったら、シーンってなった。新人なんで道教えてもらっていいですか、うん、もう一回言われて、えっと、うん、昨日はさ、ちょっとそのとある撮影でさ、撮影の関係の人がさ、こう、うん、タクシーの前で3人ぐらい立ってくる。ああ、なるほど、早く出ないと来ますそのナビ使えないんですか、うん、だからナビでもいいですか。あ、なるほどね、近道を知らないんでっていう意味だったと。ナビでもいいですかって何いやお前にはもうさ、選択肢もうナビしかなかったんだから、ナビでよお前マジキレてんじゃないですか。ナビしか選択肢なかっただろうそれでその子とさ、帰り際にさ、その子って呼ぶようになっちゃった。だいぶ仲良くなったな乗ってる間一緒に帰ったんだけどさ、一緒に帰ったじゃなくて運転してもらったんだよねそうそうそう、いつからタクシー運転手始めてるんですか。あー、なるほどね、聞いたっけ、うん、ちょうど2ヶ月前です。あー、あ、ちょっと待ってください。何、鼻で喋ったまんまベーコン切ろうとしてんですか。あ、ごめんなさい、ベーコンやりまーす。ベーコンやりまーす。はい、5ミリくらいの厚さがいいって言ってるんで。何その切り方。適当にやりまーす。畳んだまま切るんだそしたらそこ絶対大きくなっちゃうよねお前結構ツッコミの才能あるないやで、これをやったら、うん、もやしはさっと水洗いし、あ、はいはい、漬けを取っておきましょう、はい、もやしのやり方はもう教えてますね。もう完全に一回教えてるんで。そうですね、これもう忘れてる子は罰金ですよ。罰金。バイト先の子はみんなやってるんでね。バイト先の子、あなたの昔のバイト先の話でしょ俺もだってあいつらがやってたのを見て、うん、もうめっちゃそのやり方いいじゃん。あ、そうなん。俺も受け継がれて、受け継がれたもん、うん、あの年下の先輩たちに。あー、なんか辛い話だそのタクシーの話の続きは結構気になってはいるんだ。4月からだったんですって言われてみたいなその子にさ、うん、でもタクシーってさ歩合だよね、うんうんうん、みたいな話聞いたら、いや新人は最初固定なんですよ。そうなんだ。何ヶ月かしたら全部給料になるんですけどって言われて、うん、全部お金教えてくれちゃった新人だとそういうこと言っちゃうのね。はい、バター入りました全部お金のかかるところ、うん、手取りがいくらになるとかまで。カルボナーラはバターですね、やっぱり、ね、そうそう、このサイトにはマーガリンって書いてあったんだけど、俺は本格派だから。本格派だから、うん、マーガリンは家庭の味だろと思って俺は本格だよと思って。え、ちょっと量多くない。これ一人前よ。量調節すればいいのにいや、もやしなんかなくなるだろ。何言ってんの。うちには大食いのエッチ君もいるから。あ、そうだ、胃袋無限って言ってた。あいつはなんかね、大食いチャレンジ出たいってよく言ってんだよ。あ、お塩入りまーす。なんか12チャンネルの大食いチャレンジに僕出たいんです。12チャンネルじゃないだろ今地デジ前の人じゃんやべ、バレた。薄力粉を、はい、まあ、こんぐらいかな。少なくない。もうちょいいく、うん、大さじ2だもんな、うん、でもダマになってっからさ。あ、ダマ嫌い。
あ、こんぐらいかな、じゃあ、うん、これでまあちょっと弱火で、はい、だいたい炒めたら、だいたい炒めたら、だいたい、あの、悪い友達、だいたい同じみたいな、だいたい悪い友達、だいたい同じ悪い先輩、だいたい同じ顔みたいな何のディスですか。弱火から中火の火力にして、まあ、牛乳加えます。はい、おお、ちょっとどんどんカルボナーラになってきますね。皆さんもね、手軽にこう作れるからね。なるほど、やってみてくださいね。はい、はい、コンソメが入りました。で、コンソメ入れて、うん、さらに、はい、パルメザンも入れていきましょうか。パルメザン結構いっぱい入れます。あ、やっぱりここはいっぱい入れることによって、うん、いや、ここ入れとかないと、はい、結局なんか失敗した時に、うん、あそこだってなりそう。これでほぼほぼ完成なんですが、ですが足りてないあれがあるでしょ。ブラックペッパー。ブラックペッパー、え、あ、マジで、え、お、え、こんなもん。ブラックペッパーいいでしょ。卵入らないの。そうなの、このメニュー、このメニュー卵入らないんだ。ブラックペッパーいって、そうだね、でもチーズとブラックペッパーで結構かぶっちゃうからね。ここに醤油の方を、隠し味で。あ、美味しそう。2、3滴って書いてある。2、3滴？そんな？お前の2、3滴多い。これで隠しつつ、うん、出来上がりですね。おー、うまそうではある。うまそうではある。果たしてカルボなのか、そこでしょ。そこ、そのカルボって呼んでいいのかどうか、うん、はい、完成です。カルボナーラに見える。そうでしょ。短いね、短い。率直な感想を教えて。味は美味しい。でも当たり前なんだけど、うん、ただの、鍋の野菜たち、うん、同じよ。もやしがメインの美味しいもやしシチュー、美味しい。ただどれだかじゃねえよ、そこ。うん、めっちゃうまいね、ほんと。めっちゃうまい。こういう鍋の食べ方あんだ、みたいな。そうそうそう。これもやしとか関係ないかもしれない。なんか野菜入れれば、多分キャベツでもいいし。パルメザンだけちょっと高いけど、うん、あと全部安いから、うんうん、パルメザンがあるならやってみる価値ある。うん。いや、めっちゃうまい。めっちゃうまい。じゃあ最後に今日はティーやってもらいましょうか。あ、今日はティー。カルボの名前は K-O-K。 今日はティーが意味は5、6、7、8。今日はティー。カルボの名前は K-O-K。 今日はティー。カルボの名前は K-O-N。 今日は D。 ちょっとできなかったでしょ。え、今日は D。 カルボの名前は K-O-N。 今日は D。 今日は D。 カ